動しています。ダルです。今年で22歳になります。よろしくお願いします。自分が一番最初に答えたんですけど、そのプレッシャーっていうよりはやるべきなんだろうなっていう感覚に近くて、やっぱりそこまでのキャパはまだ自分たちのワンマンライブでやったことがないので、そのすぐイメージは正直できなかったんですけど、この1年竜宮城がやってきたことをしっかりと出せる舞台ではあるのかなというふうに、やっぱりもっともっとその規模を大きくしていかないといけないっていうのは感じているので、このタイミングで挑戦をするべきなのかなっていうふうに。実は2月に武道館を抑えてるんですよ。抑えたんですよ、2月の末ぐらいに。で、8000からもう超入れて1万弱一度メンバーの皆さんにこれ進める、どうする、どうしようかっていうのを話聞いてみたいなというのがまず第一。答えは出てるのかなっていうふうに思っていたので、多分そこが本当に現実的に無理な場所であれば武道館っていう舞台は用意してもらえないと思うので、まずやりたいなっていう意思はものすごくあって、なんか自分たちがやっているこの世界観を浸透、なんか世の中に浸透していくのには時間はかかるとは思うんですけど、ただ多分そういう目標があればもっとその具体的に進んでいくことはできると思いますし、ここで挑戦をしたいなと。その不安を持ってるメンバーってものすごく、自分も含めてみんなやっぱり不安を持つことはあるので、ここからやっていこうっていうのをしっかりと話しました。武道館のことは話してなかったんですけど、冬のツアーが決まってアリーナミスク出したいねっていうことは話してて、今この一番弱を入れるっていうのが現実的なのかっていう話になると、まだ僕たち自身もそこまではいけてないなっていう実感はあって、竜宮城のファンの方々を増やしてくるにあたって公の場で披露する機会っていうのは限界があって、キャパを埋められるほどのお客さんを連れて込めるのかっていう不安はあります。2月あれ長いようで意外と短かったですので、現実的な感じでいくと、何だろう、確信は埋まるっていう確信は今のところ持ちなくて、勝ちたいっていう意思はみんなあると思う。前に出たさせていただいたときにすごい悔しいなと思って、昼の時はなんか何もできなかったって言ったらあれですけど、全然届けられなかったし、なんかお客さんすごい別に感じてしまった日だったので、止まんないかもしれないっていうか、もちろんありますし、立ちたいっていうだけでここで広げるのもあるかなと思うんですけど、立ちたいです。まだデビューして1年ですけど、その大きい会場でライブするたんび、メンバーでいつかワンマンでこうやろうとかっていう話をしてて、正直結構迷ってるんですけど、立てるかもしれないというチャンスをいただいて、後悔はしたくないので一歩
踏み出さないといけないかなっていうふうには思うんで、正直怖いですけど、手は見たいです。武道館、みんなが言うようにやっぱ立ちたいだけじゃ絶対できるところじゃないと思うんですけど、全力で戦っていきたいなと僕は思います。音楽の心というか、やっぱりその表現に対する貪欲さだって、まあ、歌ダンス全てに意味があって、そこでしっかり表現をしていくんだっていう部分は、その例文上が一番大切にしてることなので。そうなんだ。グループの総意としての答えっていうのはちょっと待った方がいいかもしれないですか。どうですか。同じ意思になるけどちょっと実践できないことがあるなと思います。自分たちはこのプロジェクトでオーディションからデビューして、少なくともこの最初の何年間でその出身者の起源みたいなものはあって、あとはこの自分たちがやっていることを長くやっていればそれが浸透するわけでも、その確証はないので、多分実際にこう今回みたいなチャンスをしっかり立てて、それに向けていろいろ動き出したり、それに向かってやっていくのが僕の今の段階で一番必要なことなのかなという。竜宮城のライブの特徴として生物であるっていうことが大切なのかなっていうふうに思っていて、動き、歌声っていうものを見ていただきたいなっていうふうに。フレッツ、お疲れ様です。ナイス。やっぱり規模が変わっても届けるものは変わらないですし、もっともっと竜宮城の新しい一面をお見せできるように2月に